甲州久志大東ータから足玉クラブ2016年の甲州久志大東ータから足玉クラブ2016年の甲州久志大東ーから足玉クラブは甲州久志大東ータから足玉クラブの2016年シーズンの成績を承述する創設から63年目であり中国のサッカーリーグでの49回目のシーズンそのうち27回目のトップリーグでのシーズンである 公衆日差し大部以降ソソネー成績設別成績表出展、超級リーグ成績、記録開催地、A イコールアウェイ、H イコールホーム。結果、D イコール引き分け、L イコール敗戦、W イコール勝利。最終更新は2016年月日の試合終了時出展、CSL 順位の決定基準。 1、勝ち点2、当該チーム間の勝ち点3、当該チーム間の得失点差4、当該チーム間の得点数5、得失点差6、得点数7、起立得点。不死別試合結果、VV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 V V 公衆悲惨し代公衆悲惨し代、ブ浦和レッドダイヤモンズ、浦和レッドダイヤモンズ V 公衆悲惨し代歩行、スティーラース V 公衆悲惨し代公衆悲惨し代、V シドニー FC。ありがとうございます。